どうも親方です。兵長やで。兵長よ、前回投稿した立海 VS 四天王寺の動画は覚えているか？あの動画の趣旨がうまく伝わらずコメ欄が地獄になった動画やな。まあ最近のやつだしさすがに覚えてるやで。実はあの動画について、朝廷 VS 四天王寺版も頼むぞとリクエストが来ていたので、今回はそれに答えていくぞい。リクエストがある視聴者姉貴たちは Twitter の DM に頼むやで。というわけで朝廷 VS 四天王寺。早速投稿者の尻死欲まみれのオーダーを組んだので発表していくのぜ。勝敗は前回同様コメ欄の視聴者姉貴たちに委ねるやで。ぜひこのオーダーでどっちに軍配が上がるのかをコメントしてくれると嬉しいのぜ。ちなみに時系列は前回同様ドイツ戦後で行くのぜ。まだアトベ様が地球に留まってて、ヒヨシ君の死生中も怪しいところやで。それでは早速やっていくのぜ。ゆっくりしてってねやでほんまに。初戦ダブルスには両校鉄板ペア対決。朝廷からは獅子戸亮君と大鳥長太郎君。四天王寺からは金色小春ちゃんと一等寺雄二君が登場なのだぜ。どちらのペアもチームに確実な一勝を刻んできた。連度の高いダブルスやねほんまに。朝廷ペアの一つ目の武器はネオスカットサーブ。これは両立の時点でビッグスリーが対応できなかったレベルだったので、ドイツ戦後でも相当な武器になりそうなのだぜ。小春ちゃんの分析で着弾地点を読めれば、とも思ったけど柳くんも返球できてなかったのなら厳しいやね。そしてもう一つの武器は獅子戸くんのカウンターなのだぜ。反射神経を極限まで高めることで、どんなスピードボールでもカウンターに持っていけるやで。ただし獅子戸くんのこのテニスは努力によって獲得したスタイルなので、もしかしたら一等寺くんにモノマネされてしまう可能性もあるのぜ。そしたらカウンター対決になって一生ラリーが終わらないじゃねえのやで。ぶっちゃけど6歳コン比べになる可能性が高いのぜ。まあ獅子戸くんらしいっちゃらしいやで。そして四天王寺ペアの武器は、前述した一等寺くんのモノマネと小春ちゃんの分析。ただ朝廷側には分析必須な必殺技はネオスカットくらいしかないのだぜ。だがしかしネオスカットは分かってても返球不可能。つまり、四天王寺側の鍵となるのは、ズバリ、お笑いなのだぜ。やはりそうなるじゃねえのやでほんまに。獅子戸くんなんかはもろお笑いテニスに引っかかりそうなのだぜ。最初は大声でごまかすけども、どんどん壺にはまって破滅していく様が目に浮かぶやで。大鳥くんもお笑いの揺さぶりに弱そうなので、朝廷ペアは笑いと戸惑いの渦に飲み込まれてしまう可能性が高いのぜ。でも朝廷はこの試合落としたらやでやで。パイルミラージュでコントするしかないのだぜ。続く2戦目ダブルスワンは親戚対決。朝廷からは押したり雄志くんと向比嘉人くん。四天王寺からは押したり賢也くんと石田銀さんが登場なのだぜ。押したり家対決来たわねやで。どちらのペアも公式戦で組まれたことのある組み合わせなのだぜ。朝廷側は元、朝廷が誇る最強ペア、らしいやで。家で癖のある向比くんはよく押したりくんの家に泊まることがあり、押したりくんは向比くんから借りたジュース代を未だに返していないという、公式が病気すぎて創作ネタが尽きないペアなのだぜ。ちなみにラケットは色違いらしいやで。その辺の公式設定はペアプリと学園祭のあれに載ってるので、ぜひチェックしてみてほしいのだぜ。違ったらごめんやで。対する四天王寺側のペアは作中偉人である不動峰戦で登場。賢也くんがスピードテニスで打球を拾いまくり、銀さんが来たるべきチャンスで波動球を放つ、って感じのゲームメイクになると予想されるのぜ。立海のプラチナペアに近いやね。さて、この試合の鍵となるのは、やはり銀さんの波動球になると思われるのだぜ。まず四天王寺側はいつも通り波動球を通すことができれば勝利は確実。逆に何らかの手で波動球を無力化、もしくはガン無視されてしまうと、昔くんのムーンサルト殺法を抑えきれずきつめの展開になるのぜ。確かにいくら賢也さんでも昔くんにやりたい放題されたらきつそうね。朝廷側としては押したりくんの線の技の中に波動球を無力化できる技、もしくは波動球を打たせない技があることにかけるか、戦術した通り波動球をガン無視して賢也くんに的を絞る戦術で行くしかないのだぜ。賢也くんに集中攻撃するのはええけど、一発でも波動球が飛んできたらやべえんとちゃうの？押したりくんは線の技でどうにかできなければ、確実に怪我を負ってしまうと思うのぜ。ただし向比くんには割と好都合かもしれないのぜ。いや彼は体重軽いから軽く吹き飛んじゃうやで。低めムーンサルトで避けまくるのぜ。たく避けんな。というわけでこの試合の鍵は波動球をどれだけ押し通すか。そして、いかにして無力化するかにあるのぜ。なんとなくだけどこの試合は死後がめちゃくちゃ多くなりそうな気がするやで。多分向比くんが一番の常識人になりそうなのだぜ。さて、ここからはシングルスなのぜ。団体戦で特に重要度の高いシングルス3。
両帝からは樺地宗弘くん、四天王寺からは遠山金太郎くんが登場なのぜ。これは樺地くんのコピーに全てをかける感じやね。正直天ウィム法に対抗できそうなのは樺地くんくらいしかいないのぜ。もし天ウィム法をコピーできなければ大車輪山嵐をコピーしてごまかすしかないのぜ。一世一代の大爆地やんけ。ほんまにコートぶっ壊して全部なかったことにするのぜ。さて、続くシングルス2、両帝からは次期部長の日吉若志くん、四天王寺からは千歳千里くんが登場なのだぜ。これまたえげつない組み合わせやね。四天王寺の層が厚すぎるのぜ。実力的には千歳くん有利な組み合わせだが、この試合の鍵となるであろう再起間髪の極みを日吉くんが打ち破ることができれば勝機は見えてくると思うのぜ。再起間髪は試合の流れを読む技だけども、試合の流れを決める技ではないやで。つまり、実力で再起の使い手を上回ることができれば攻略は可能なのだぜ。だが千歳くんは元九州によく、実力的に上回るのは厳しいやで。だが両立で見せた四神炎武別個が使えればワンチャンありそうなのだぜ。確かにあの技は集中バースト状態の赤矢くんにも通用したやで。しかし、時系列はドイツ戦後なのではやで。日吉くんは世界大会に出ていないので、ドイツ戦後も両立もそんなに変わらんのだぜ。ドイツ戦後の段階で白光へ得していると信じるしかないのぜ。もはや神頼みじゃねえの。神隠しだけに、なのだぜ。最終戦シングルス1はもちろん部長対決、両帝からは後部敬吾様、四天王寺からは白石蔵之介くんが登場なのだぜ。相変わらず顔がいいのぜ。まずこの時点での後部様の武器は破滅へのロンドシリーズと氷のエンペラー、そして後部キングダムなのだぜ。破滅へのロンド系統は白石くんに攻略されそうだけど、氷のエンペラーと後部キングダムは無理そうやね。氷のエンペラーは原理こそ不明だが未だに返球されたことのないスーパーサーブ、ショットバンはあの雪村くんにすら通用したのぜ。そして後部キングダムは相手の絶対死角を見抜く技。絶対死角っていうのは体の構造的に反応できない場所のことやで。一切の無駄がないバイブルテニスの白石くんといえども、後部キングダムを発動されてしまっては打つ手がないと思われるのぜ。ではこの試合は後部様有利ということやね。いや、氷のエンペラーも後部キングダムも試合中に乱発できるものではない。必ず隙ができるのぜ。つまり、その二つを発動できないタイミングがあるということやな。そういうことなのだぜ。白石くんの武器であるスターバイブルは、使用者のスペックを擬似的にオール7にする技。基本性能だけなら後部様を軽く超えるのぜ。ってことは普通の打ち合いになればがぜん白石くん有利ってことやね。後部様のサーブだって全部が全部氷のエンペラーというわけではないのぜ。つまり白石くんが勝利するためには、いかにして普通のラリーをせざるを得ない状況に持っていき、その状況でどれだけ確実に点を重ねられるかがポイントになりそうなのだぜ。なるほど、また泥臭い試合になりそうやで。ちなみに氷の世界とかはどうなんやろか。氷の世界は絶対死角ではなく死角を見抜く技なので、白石くんが自分の死角をしっかり把握してれば大丈夫なのぜ。というかバイブルテニスだし死角とかなさそうなのだぜ。ちなみに円卓ショットは世界大会でも通用していたので、ここぞの決め球としての立派な武器になりそうなのだぜ。なんやかんやで結構互角やんねやで。勝敗は神のみぞ知るって感じなのだぜ。というわけで今回は両帝 VS 四天王寺の試合について、投稿者が見たいオーダーを並べてみたのぜ。四天王寺が意外とタレント豊富で驚いたやで。この試合の勝敗については今回もコメ欄の視聴者姉貴たちに委ねたいと思うのぜ。丸投げやでほんまに。ぜひぜひコメ欄を盛り上げてほしいのぜ。投稿者のモチベにつながるらしいので高評価クリックもよろしくやでほんまに。というわけで今回はこの辺で終了するのぜ。この動画が面白かった人はぜひチャンネル登録もしてくれると嬉しいのぜ。最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。